アマベル、ヒューム・キャンベルと、妹メアリー・ジェマイマ、ジョシュア・レノルズ作、1760年。初代ドグレイ女白爵アマベル、ヒューム・キャンベル、1751年1月23日から1833年3月4日は、イギリスの日記作者、政治作家。政治では、ホイック党を支持しており、フランス革命に関する著作を残した。 1751年1月22日、第2代、ハードウィック伯爵、フィリップ・ヨークとジェマイマ・ギャンベルの長女として生まれ、家庭で教育を受けた。5歳より本を好み、日記作者になった。ジョシュア・レノルズは1760年にアマベルの肖像画を描いており、この肖像画に基づく版画が、ロンドンの国立肖像画美術館に現存する。ジェームズ・バジアとアレクサンダー・コゼンスから、 芸術の手ほどきを受け、ジェームズ・ブレサートにより、同伴画を学んだ。政治作家としても、作品を残しており、ホイッ等を支持したほか、主に、フランス革命について著述した。1797年1月10日に、母ジェマイマが死去するとルーカス・ジョダンシの尺量、継承。1816年10月5日には、ドグレージョ白尺に除された。百三十三年、 ウェストミンスターで死去した。死後4000以上の同伴画を大英博物館に寄贈、その多くが彼女自身によって集められたものとされる。1772年7月16日、初代ベリックのヒューム男爵、アレクサンダー・ヒューム・キャンベルと結婚したが、二人の間に子供はいなかった。妹のメアリー・ジェマイマは第二代グランサム男爵、 トマス・ロビンソンと結婚しており、二人の間の長男、トマスが、独礼伯爵を継承した。ありがとうございます。